皆さんこんにちは、 B レジェンド大林です。視聴者の皆様からいただいた質問にお答えをしていきたいなと思います。筋肉を落とさずに体脂肪を落としていくために取っておいた方がいいサプリメントを教えてくださいという質問ですね。こちらにお答えをしていきたいなと思います。筋肉を落とさずに体脂肪を落としていくために必要なサプリメント、結論から言いますと、まずですね、糖質、Bレジェンドのサプリメントでいきますと、マルトデキストリンですとか、スポーツ&リカバリー、すぐ飲めるものですと、必勝ゼリーなんかもありますね。こういった糖質のサプリメントが一つで、二つ目が、EAA、BCAA、これはどちらでも構わないと思います。この二つが減量中になるべく筋肉を落とさずに減量していくにあたって必要なサプリメントではないかなと私は考えています。まず一つ目の糖質ですね、こちら減量中なのになんで糖質って思う方結構いらっしゃると思うんですけども、まずですね、減量中になるべく筋肉を維持していくために必要なことっていうのはですね、トレーニングの強度を維持していくっていうことなんですね。どうしても減量してエネルギーがなくなってくるとですね、なかなかトレーニング強度が上げられずに、どんどん重量が下がってきたりとかですね、回数が少なくなってきたりとかですね、トレーニングの強度が少なくなってきてしまう方っていらっしゃるんですけども、そうやってですね、トレーニングの強度が下がってくると、やっぱり筋肉の量もそのトレーニングの強度に合わせた筋肉量になってしまうので、トレーニング強度が落ちるにつれて筋肉量もどんどん落ちやすくなってきます。なので減量中に筋肉をなるべく落とさないようにするためには、まずトレーニングの強度を保つ、落とさないようにするっていうことが絶対条件になってくるんですね。これが一番大事な要素だと思います。裏を返せばですね、厳しい食事制限をしていてもトレーニングの強度が減量前と同じレベルに保てていれば、それほど筋肉の落ちは気にしなくても構いません。どうしてもエネルギーが少ない状態、減量中の状態ではトレーニングの強度っていうのは落ちやすくなるので、そのトレーニング中の強度を保つために必要なサプリメントは何かっていうことをこう考えていくことになるわけですね。トレーニング中のパフォーマンスを上げるためにやっぱり必要なものって糖質のサプリメントなんですね。ここでやっぱりマルトデキストリンですとか、スポーツ&リカバリー、必勝ゼリーなんかを、トレーニング中ですね、しっかりとっていただいて、エネルギー切れを防いでいただくようにしていただくと、こうカロリーを制限している中でもトレーニングの強度を保ちやすくなるので、筋肉を維持しやすくなると思います。とはいえですね、糖質もカロリーがありますので、取りすぎれば当然ですね、減量は進まなくなってしまいますので、そこはですね、普段摂っていただいている食事の量と、調整をしていただいて、摂取カロリーよりも消費カロリーが大きくなる状態を作っていただいた上で、その必要な糖質の分量の中でですね、トレーニング中にこういったサプリメントで、糖質を摂っていただくと効果的かなと思います。で、2つ目の EAA、BCAA なんですけども、こちらもですね、減量中には特に力を発揮してくれるサプリメントです。いろいろな効果があるんですけども、減量中においてはトレーニング中の集中力を維持してくれたりですね、筋分解を防止してくれる効果もあります。そういった効果からですね、やっぱり減量中の特にトレーニング中においてはよりトレーニングの強度を保ちやすくなるので、糖質と合わせて摂取をしていただくとすごい効果を体感しやすくなるサプリメントですね。 EAA と BCAA、どちらでもいいですよって申し上げたんですけども、この BCAA に筋分解を防止したりですね、集中力を維持したりっていう効果があるので、この BCAA だけでもいいんですけども、この BCAA を含めた必須アミノ酸9種類が全部含まれている EAA をしっかりとっていただくと、筋肉の合成を促進する効果も期待できるので、予算に余裕のある方はですね、 EAA を取っていただいてもいいのかなと思います。やっぱり EAA を BCAA の代わりに取るとなると、 BCAA に比べて量をたくさん取らないといけなくなるんですよね。例えば BCAA だったら 5g で済むようなところでも、 BCAA 5g が含まれた EAA を取ろうとすると、だいたい EAA だったら 10g ぐらい取っていかないと BCAA 5g 確保できなかったりするので、そういった意味では量が必要に
になってくるので、どうしてもですね BCAA よりも EAA の方が費用がかさんでくるので、まあその辺予算に余裕があるとかですね、少しでもより良い効果を体感したいという方は EAA を試していただいてもいいかなと思うんですが、こう筋分解を防止してこう集中力を維持してトレーニングの強度を保つっていう効果に関しては BCAA でも十分得られるかなと思いますので、そのどちらかを摂取していただくのをおすすめをしています。では今回はですね、減量中に筋肉を落とさずに体脂肪を落としていくために必要なサプリメントについて、まあ、私の考えをですね説明をさせていただきました。これはですね人によっていろいろな意見があるかと思いますので、一つの参考にですね考えていただければなと思います。またですね、こんなことについて答えてほしいというようなことがありましたら、コメント欄にどしどしですね書き込んでいただければなと思います。この動画が参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。